で、で、レロンディネラシェにはちょっとこの最初の家族の生まれた家族離れる自分の家族のために作るためにだから音の意味大体同じ、センスは同じでもだんだん変わった何のために守るこのイタリア人の気持ちレロンディネレラシェにロンディネレ準備と本当に別の意味になって音のセンスはこれでも感じない大事なことを詩人のことを感じるこの、イメージだからレロンディネレ lasciano il nido le rondinelle so, だから L と R の違いさっきの、の説明 L のことは飲む感じ飲むとよく何個がい上がる R のことを別はこれ笑う感じそう、だから巻き舌より大事なことこの筋肉リだから英語例えばこの巻き舌がないでもこのテンションあるだから車はここカーでもカーカーよくあると右のことと正しいのこと Right イタリア語、レ・ル・レ・ロンディネル。だから、2つの全違う動き。L の時は下がる。R の時は広がる。だから、大事なこと、自分の顔、イメージ、この T は、真ん中の鼻、下げて、これ L。鼻、真ん中の穴広げて、これは T の R のこと。これ大事だから、L、R、L、R、Le rondinelle、Le rondinelle、そうそうそう、Lasciano il nido。だから、テンションは、この T のテンションは、R の時だけ。Le rondinelle lasciano il nido。だからほとんど R は使ったこのいろいろオペラとイタリアの曲あるこの歌う言葉なし、tra la la lero la la。でもほとんど R 少ない。ほとんど見ていっぱいの L と時々 R。何のためにこの筋肉をちょっとストレッチ。ラララレロ、ラララララ、ララ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 ラ、おトラララ。なぜ入れたた T? R の、だから T と plus L がない。T plus R がある。T plus L がない。だから T と R はトラ。何のために、もうちょっと簡単、はっきり聞こえるこの R。だから T はテンションの、筋肉本当に大事。Le rondinelle lasciano il nido。あ、どうぞ、もし、メッセージ。ここ、さっきの言った、気をつけて、これは、う、だから、ちょっと、う、感じ。だから、練習的、上、ver。そう、気をつけて、ここ。見て。T と R、もうちょっと、T と R、もうちょっと簡単。この R の、違い。子供、イタリア人の子供、時々入れ替わる後、だんだん、すぐ、ぴったりしゃべるじゃなくて、だから学校ある。だから、verso al、So, verso altro lido le trae desio. So, so. だから、verso, verso, verso. だから、ことは本当にブランコのイメージ。だから、U と V の時、
考えて。あくび、後ろまで。verso、verso、verso、verso altro lido le sole trae desio. Desio. Desio va ossino. Foto. Puoi passare un pochino. Tu, qual è tondo con lo jingle, tondo con lo goodbye no, summer no, coto. So, e italiano va estate. Che osche te coco, ontoni. Da gara c'ho tutti i gaucangi. Goodbye. ある子の Y のこと、Y のこと同じ U のこと。だから Goodbye ちょっと暗い感じ。Goodbye。Goodbye。そう。Addio は暗いはほとんどちょっと足りない最後の時だけ。So, summer U ついてる。そう。これ Estate は。Estate は明るいすぎる。イタリアの夏はバーッと広いから。Estate は夏はみんな待ってます、本当に嬉しい。でも、サマーの後、夏の後、いろいろの楽しみ続けると、秋、例えば一番、秋は、3つの、4つの大事な食べ物、ワインのこと、ブドウ、と、栗、うん、と、キノコ、と、オリーブ。だから秋は本当にイタリアも食欲の秋もあるし、そう、といろいろ夏、例えばそうクルミと、夏類、だから秋は素晴らしい。そんな悪い。だから夏がさようならってなんか悲しくイタリア人にはならないですよね。そうそう、海を泳ぐために無理、寒いすぎる、でもいろいろのいいこともある。イギリスは本当に秋は、大変、本当に寒いから、そんなに栗とかオリーブとかないから。エスタテ、アディオ、アディオエスタテ、アディオ、もう一回説明でもしてるは、アディオ、二つの D 見える。でも一つは D ではなくて、最初の D は、前置詞だから、そう、そうそう、そう、あ、そう、 A の、 A の、日本語、そのそこへ、そこへ、そう、神様のもとへ。でも神様は昔は TH だから TH、このはよく使った、アッセオ、セオス、そう、グリシャ、そうそう。でもだんだんこの絵は長い絵、いいになった。でも気をつけて、最初の D は喉で作った、ドドド。二番の D は歯で作った、 TH の時。だからアッディオ、アッディオ、アッディオ。だから最初はちょっと本当にの喉一瞬閉めて、アッディオ、アッディオ。閉めるほとんど、その時は何個が上がる、アッディオ、アッディオ、感じる、この何個が上がる、そう、頭持って、だからアッディオ。もしよく使ったこの言葉、本当に歌いやすい。でも守って、最初の D、 あと歯の、ベロの動き、そうこの、英語のありがとう、ここサンキューになる、でもセッセ、そう、歯の、そうそう、アッセオス、アッセオ、アッディ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 オ。そう、だからベロツ、そう、守ってこのアッディオ、アッディオ、アッディオ、アッディオ。そう、エスタテ、アッディオ、エスタテ、アッディオ、アッディオ、エスタテ、アッディオ、アディオ。そう、だから最後の部分くらいのことできる、これはよくこのアディオの
音よくあるオペラの中、うん、ヴィオレッタも歌った、うん、メイナアッディオ、アッディオデルパッサート、うん、でもカタカナになるとそうアッディオ、アッディオ、かわいそうの音上げるすぎる。普通のイタリア語、ラテン語からアッディオ、アッディオ、そう、最後の部分はほとんど前の下は本当にぺったんこ、後ろちょっと、うん、ちょっとカーブあるアッチあると何個がい上がる。だから本当に暗いの感じる。アッディオ、どうぞ。アッディオ、よくやった、簡単、続ける。アッディオ、もし前アッディオできない。でもだんだん耳はボーイングは、よく聞こえるために、形だけじゃなくて一番大事なのは明るいと暗い、うん、暗い音をどんな言葉、どんなシーン合わせる、必ず暗い。はい、続けます。この最初の言葉、使った英語はこの HUSH のでも HUSH、 そう、これは本当のオノマトピー、この音、何が聞こえる。イグチ好き、このルール好き、だから、ほとんど学校で、ほとんど日本の学校、学んだ、イグチの学校だから学んだこの短いの言葉はルール守って、だから使ったこのルール、うん、イタリア語はレゴラ、レゴラ、そう。でも変なこと、違う、変なこと、面白いことは、ルールはほとんど、この言葉ルールはほとんど、è una misura, una misura. Sono, あの、物差しとか測るもの。そう。例えばこう1メートルの、これはルール、ルール。ルール。で、これ、そう、だからほとんど、だから、シェイクスは measure for measure。ミズーラはこう、正しいはこの何センチ、このやり方、この言葉言う。だからルールはほとんど外から作ったのもの、人たちは真似する。だからロックは、このイギリスのロック、ロッカーの本当に、そう、だからこの有名な、ピンク・フロイドある、この Another Bricks in the Wall、 他のレンガ入れたこの壁、だからこのほとんどルールのこと、イギリスにも厳しい。イタリア語はレゴラ、レゴラはですよ、ほとんど同じこと。でも最初の意味のレゴラは何が考える、これはルール、ほとんど1メートル、ね、ロジェットで見る、うん、例えばルールはこれはルールある、うん、そうそう、例えばこれは90度のこと、これはルール、これはルール、うん、レゴラはレゴラ、ラテン語は女性の一番問題。生理のこと。だから、ラテン人、スペイン人、フランス人、イタリア人、大事なことこの月のめぐりと女の女性のめぐりからルール、レゴラ、イタリア語、イタリア語ルールのことをレゴラって言うんだけども、ちょっと漢字が違うんですよね、うんうん、だから昔はあなたは、生理、あなたは生理は持ってるじゃなくて、あなたのレゴレ、あなたのルールみたいなのも
で、ルールで、でも7番目に出てますね。そうそうそう。法則とか。そう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 。1、2、3、だんだん。下の方。そう。だから、大事なことを外の、ほとんど、この、ほとんどこれ、時間がないの。タイムがない。ルールは、外のこと。レゴラは、時間。関係といろいろの時間は味いろいろ月のように最初はないあとだんだん大きになる満月あとだんだん消えるだからレゴラはいろいろ時間あるだからスペイン人イタリア人フランス人ちょっとルールはレゴラ合ってないよ、まあ、今はあんまり好きじゃないこのでも明日はまだだから調整するみたいな自分の調整するレゴラーレっていう動詞もあるんだけどもだからレゴラーレはほとんど調整する調整するだからいろいろの変わるわけですよね人によって違うだから怒るも大丈夫喜ぶも大丈夫だからなぜこの話イギリス人外から言葉聞こえる本当に幽霊、だからいた、英語はだから、アムレット見た、うん、アムレット今どうするお父さんの復讐続ける、うん、お父さんのために復讐やるでも誰と話し、うん、で全て始まるこのポロニョの幽霊は見た、うん、とそうとこのそうそうそうだからほとんどこの幽霊の言葉と風と、うん、聞こえる大事ルールはあそこからも何がやるだから死んだ人は大事アムレットは何が持っているこのトゥビーのトゥビーの時は何が持っているドクロは使ったこの英語でしょセルドスピリアセルドスピリアスピリアプレボカリスピリア、うん、あの霊を呼ぶために使われるわけです、ね、だからこれは、死のシンボルではなくてこれはお父さんの ドクロあといろいろのことをやると、時々その真ん中入れるろうそく、うん、だからまだハロウィンあるこのかぼちゃは真ん中これがドクロはちょっと大変、うん、子供たちちょっとだから変わったかぼちゃだからかぼちゃは顔の中入れる、うん、そうこれは昔のハロウィンのドクロなんですドクロでランプにしてそうそうそうだからといろいろ祈りと、ね、このドクロはしゃべる、うんだからぴったりのドクロもこう顎もついてる、喋る。だからどうするお父さんどうする？うん、大変これシェイクスピア本当にびっくりした。そのところその時代は当たり前、うん、当たり前のこと。時々、同じこの、時々、映画のミステリー映画ホラーこの手は、つなぐと、うん、テーブルは音を、ごめんなさい、こっくりさん、こっくりさん、そうそう、この、こっくりさん、こっくりさん、こっくりさんはどくる、どくるに聞くんですか。大事なこと、そうそう、大事なこと、この幽霊の、こと。イタリア人あんまりこのルールはほとんど女性は決める、うん、だから母はスペイン人フランス人 とイタリア人一番大事なは女性、うん、一番大事な女性最初は母、うん、あと妻、うん、と愛人当たり前だからそんなオペラはほとんど一番人気なオペラは女性と愛とた時々戦うこと、うん、そうでもイギリス全然違うだから足エボイスだからでもこの足は無理イタリア語がないこの、うん、この何か雑音というそうだからここでポーコピューパルナートだから上書いたポーコピューパルナート話すのような
これハッシュでできるんだけども、あのイタリア語のオーナーパッオーナーボーチェちょっと無理ちょっと無理オーナーボーチェ幽霊が出てくる音みたいなそう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  From the far away, lontano da qui. Non si sa neanche da dove sarà, ci sarà mai. Ma sarà mai. Da cara from e far far wa toi e way. Hoka no betsu no dokoro. Kono yurei no koe. So so so. Da cara kono kagi kakko. Kono koe wa. Da cara listen, listen wa. So so kiki nasai. Da cara italiano merekei odi.聞いて、そう。オーディは肉じゃなくて気をつけてくれ。あ、ウディレの、そうそうそう。はい、そう、なんか書き方は同じ。はい、だからオーディは、でもトゥオーディは肉。肉しこれこれはあ、そうそうこれウディレから。そうウディレ昔はアウディオ、ラテン語だからまだオーディオのこと。でも書いたアというの、エイのという。Odi e impara, listen and learn. これそのままの英語。聞けと学べ。でもできれば、でも英語は、Hush, a voice from a far away, listen and learn. 本当に簡単、喋るだけ。Una voce lontana, odi e impara. Cioè, donna. ちょっと難しいです。ちょっと難しい。これ、時々無理、同じやり方。そう。だから、できれば、ピアニッシモ。できれば、喋るっぽい。でも、イタリアの喋り方、本当にうるさい。だから、そう。イギリスでは本当に静かできる。あし、a voice from a far away。だから、もし英語、英語は英語で聞いて、時々、始まるのき、once upon a time、ほとんど、ぐずぐずの声、そうそうそう。いいです、好き、この、ちょっと、口の中と、ほとんど、自分の声じゃなくて、ほとんど後ろから、外から。でも、一緒にやりましょう。この、una voce lontan、lontan。これ、鍵括弧は、この声はの言ったのこと、書いてない。odi e impara。英語は、it seems to say という。みたいの、まさか。そうだから、イタリア語、sembra gridare。イタリア語ちょっと変わった。英語は、say は言うのこと。だから、イタリア語、dire。でも、イタリアはちょっと、大事なことは、この音、本物になる。だから、遠いから、普通の喋る聞こえない。だから、叫び声。そう。ありえないは言うでも遠い聞こえない。遠いから叫ぶになった。そうだから残念、詩人守るこのイタリアの、もし、ありえない、遠いから普通の喋る聞こえない。そう。と、そう。私が。オーディエンパ聞けと学んでだからちょっと詩人的足りないちょっとこの「ハッシュ」「voice from a far away listen and learn it seems to say 風か」そうイタリアは、無理だから、オーナーボーチェ。本当、イメージとしては、イメージ、ちょっと、そうなんだけど、イタリア語はそうならない。そうだから、この、まあ、じゃあ、ほとんど見て、ピアノ伴奏で取ったこの下の音の、うん、できれば、ちょっと、静か。そう。英語はこの all day tomorrow すべての明日のこと、ほとんど今日の同じ。そう。
イタリア語ほとんど同じ。non diverso dall'oggi e il domani。だから、diverso は違うのこと。気をつけて、この V はいつでも U から。だから、non diverso dall'oggi e il domani。一緒に。non diverso dall'oggi e il domani。と、ほとんど英語は別の道続ける。All the tomorrow will be as today. もう一回繰り返し。なぜ、ゴスペルとスピリチュアルのこと聞いたことある。例えば、ジャズの方の Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. これ、そうそうそう。このやり方は、ほとんどイギリスとスコットランドのやり方。なぜ？本はお金かかる、聖書は本当に長い本だからお金かかる、一番楽は先生だけ本持っている、短い行は言う、みんな繰り返し、だからだんだん一つの本は、ほとんどいっぱいの本になる、だからこの、言葉、英語はセンテンス、センテンスは、ラテン語からセンテンス、イタリア語、裁判の時最後の決めたことはセンテンス、だからこれはセンテンス、これは決めたこと、だからこれはルール、絶対ルール、だから2回 All the tomorrow will be as today、 もしだからあなたは、だから一回見て、一回は、鍵カッコある、二番は鍵カッコがない、だからこの声は最初は言った、このすべての明日、今日の同じ、あなただから私は繰り返し、このことが、イタリア語もし二回繰り返し、ちょっと non è diverso l'oggi、non è diverso dall'oggi il domani, non è diverso dall'oggi il domani、繰り返しちょっと逆になる、逆効果になる、意味がちょっとパロディになる、パロディになっちゃう、だからドニゼッティのオペラ、オペラブッファ、ジョーザ・トロッシーニのオペラブッファ、何回繰り返し、同じ言葉繰り返す、面白くなするために、うん、è vero、うん、Buonasera, mio signore. Buonasera, 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 buonasera. コメディになっちゃう。そう。英語は、ルールは分かるために、2回繰り返し。だから変わった。2回本当に面白いことになる。でもこれは面白い。コメディじゃない。コメディじゃない。だから何がちょっと説明して、なぜ、明日と今日は同じ。Gioia e dolore, だから喜びと苦しみ、gioia e dolore, polvere e altare, mi sono saltato una riga, no, tutto male, tutto. Oh, sì, polvere va hokori to, altare va ichiban, だから ogni の時の祭壇、そう、だ、scatta con、con、上と下と喜びと、ほとんどすべてこのことを何回繰り返し、だから今日と明日ほとんど命変わらない、だから作ったこのイメージ、イタリア人の、だからジョイア気をつけて、2番のイは長いイ、ラテン語2つのイある、短いと、だから昔はちょっとこの書き方も J っぽいある、だからこれはほとんどヨの感じ、ジョ、これはちょっとイ、ジョイヤ、ちょっと似てるこのコマーシャル、チョイヤ、チョイヤ、これはちょっと長い、ジョイヤ、ジョイヤ、そうだからさっきのお、ジョイヤ、だから最初は前から後ろまで、ジョ、あとちょうど真ん中、ジョイヤ、
そう、gioia e duolo。 だから duolo は苦しみのこと、くらい、うん、音ばっかと、うん、ノン感じる、うん、と D、喉閉める duolo duolo il duolo in franga il duolo in franga、うん、何回聞こえるこの昔の、うん、queste ritorte il duolo in franga、うん、gioia duolo gioia e duolo volve ed altare。 だから暗い、明るいのこと、喜びのこと、うん、暗いのことは誇りと苦しみ、はい、そうと説明、このなぜこの今日と明日続ける、うん、ogni legame mortal si spezza、 イタリア語は全ての、肉体の関係、壊れる、cioè紐のようにパッとスペッツァレ、壊れる。英語は使った聖書の言葉、いろいろの、例えば何が、起こる。でも、ほとんど大体意味同じ。イギリス人好き、この、ほとんど、理想的なじゃなくてのこと。だから、本当に使った、触ったの例え、cioè 例えば link must break、 cioè il legame、 cioè la corda de himo a coareru to lamp shomeiva chiedu、 so 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 ishoni、 ogni legame mortal si spezza、 zeddo no toki tsukatte kono wadao no kinniku、 copre l'oblio、copre l'oblio、 だから l'oblio は忘れるのこと、うん、fiele、 fiele は一番苦いこと、そして甘さ、だから fiele e dolcezza、 fiele e dolcezza、 copre l'oblio fiele dolcezza、 copre l'oblio fiele dolcezza、 so? So. これは希望のこと、 o speme addio、 o speme addio、 a、 so so so、 addio addio、 だから最初の D は喉で作った、2番の D はハで作った、でも大事なことを守って、このビダゴのアディーアディー、だから3つのポイントテンションある、顔、首、とベロ、アディオアディオオスペメアディオアディオ、歌うために英語はもっと like goodbye、 この Y は U の漢字、一番、ドとウを合わせる一番、楽。だから選んだこの Y、 いろいろの、歌、うん、一番有名なここ YMCA、 YMCA と My Way と You Only You のこと、はい、3つのブロック、3番の目のブロック、これ
他の、イギリス英語、イギリス人の文化は、ここはよく使ったしばらくお待ちください、うん、イギリスよく使った waiting、うん、waiting for wait、うん、wait ほとんど使わない waiting for ほとんど一番使っただから下はあるこの wait are we、what are waiting for 何が待っているだな